この翼雲山には言い伝えがあって、鬼花婿が住むという。この100年ほどで17人の花嫁が消え、お供も殺された。今回の目的は鬼花婿の捕獲だ。あの日のままで止めた恋は忘れ。これはどうも、また戻ってきました。夜話にすればさらなる血が流れましょう。一刻も早く解決してください。無事だった花嫁もいる。条件があるはずだ。説明してる暇はありません。展開に報告します。大使電報、何と言いましたか？銀の蝶、水晶のように輝き幻想的。いつかは手にしたあの願いを。道端の花が血の雨にひどく打たれていたから、傘で遮ってやったんだ。殿下が見た銀の蝶は司令蝶と言います。その主は天界が最も敵に回したくない相手。誰だ？みんな口では平等と言うけど、本当に平等ならなぜ天に大小の神々が存在するんだ？